第17章、木枯らし。宇野は朝の食事をしていた。まだ部屋の中は暗かった。覆いをした安頓の光が寝ている虎之助の顔を頭の方から照らしている。宇野は時々そっちを見ながら、歯の音もさせまいというようにひっそりと食べていた。宇野の顔には疲れが見える。彼女は丸二日の間眠っていない。虎之助は七日ほど前から風邪気味であったが、おとついになって医者がはしかであると診断した。すっかり発疹してしまうまでは風邪に当てないように。医者はそう念を押した。宇野は九つの年にはしかを済ましていた。ちょうど夏の暑い盛りで、幾日も幾日も締め切った部屋で寝かされていた苦しさを覚えている。今は幸い冬だから、締め切っていてもさして辛くはないだろうし、虎之助は聞き分けがよく、姉の言いつけをよく守った。両元院へ来てからずっと、寺男の弥吉とその妻のお喜和が、二人の世話をしてくれていた。食事は三度とも運んでくるし、縫い物や洗濯やその他細々した雑用もすべて弥吉夫婦がやってくれた。もちろん原田家から頼まれた責任もあるだろうが、彼らに子がなかったし、うすうす兄弟の身の上を聞いて同情のあまり大事にしているようであった。宇野が食事を終わりかけているところへ、弥吉が廊下から声をかけた。原田様からお使いの方が見えました。宇野は、はい、と言った。昨日、虎之助のことを手紙に書いて甲斐に知らせた。はしかは命定めという。そんなこともないだろうが、念のためにそう思って簡単に知らせたのである。それにしても、こんなにまだ時刻が早いのに、と思いながら、宇野は箸を置いて立った。虎之助はよく眠っていた。宇野は、襖や障子の開けたてに注意しながら、宝岡の方へ出て行った。曇っているのと、時刻が早いのとで、あたりはまだ薄暗く、かなり強く風が吹いていた。刺すような冷たい風に、襟をかき合わせながら、宇野はちらっと庭の向こうを見た。宝岡へ出ると必ずそうするのが癖になったようである。もみの木は静かに立っていた。そこは風が当たらないのだろうか。かなり強く吹いているのに、貝のもみは枝を張ったまましんと少しも揺れずに立っていた。宇野さん、こちらですと呼ぶ声がした。庭へ降りる階段のところに宮本新八がこっちを見ていた。身なりが変わっているだけでなく、どこか顔違いがしたようで、すぐには彼だということがわからなかった。宇野は静かに近寄っていった。しばらくでございましたと宇野が言った。宇野はそう言って会釈しながら、懐かしそうに新八を見た。新八の顔は青ざめてこわばり、寒さのためだろう、色をなくしたような乾いた唇が震えていた。原田様からとおっしゃったのはあなたでしたの？そうですと新八は唇をなめた。もちろん私です。私またあなたは仙台へいらしたものとばかり思っていましたわ。一度行ったんですが。確か国元預けということだったと伺いましたけれど。ええ、そうです。新八は素早く背後の方を見た。それでと宇野は言った。新八はまた唇をなめ、震えながらせかせかと言った。仙台へ送られる途中で原田さんに救ってもらい、それからずっとかくまわれているんですが。まあ、
原田様に。それで今朝ここへ来たのは。彼は口ごもった。急いで言おうとするのだが、舌がよく動かないという様子であった。彼はまた素早く左右を見た。実はあなたをお連れするためなんです。あなたと虎之助さんをです。どこへですな？わかりません。と新八は言った。原田さんのご家老で、堀内惣左衛門という人を知っているでしょう。あの人が清少寺のところで待っているんです。それから先はどこへ行くのか、私は聞いていません。でも、どうしたのでしょう？と宇野は聞いた。そんなに急にここを出なければならないようなことでもできたのでしょうか？危なくなったからです。と新八は咳込んでいった。私も同様ですが、あなたや虎之助さんも危ないんです。今詳しいことを話している暇はないが、兵部殿一味が我々をさらおうとしているんです。なぜでしょう？と宇野が言った。私たちにはもうちゃんとご処分が決まったのではございませんか？陰謀なんです。ええ。と新八が言った。兵部殿一味の陰謀なんです。詳しいことは原田さんが話すでしょう。一刻を争う場合だそうですから、早くしてください。でも、困りますわ。と、宇野は新八を見た。原田様からお聞きではなかったでしょうか。弟は、おとついから足かで寝ておりますの。しかし、カゴが待たせてありますから。と、新八は言った。足かくらいなら、カゴで行けば大丈夫ではありませんか。原田様がそうおっしゃいましたの？もちろんそうです。と新八は言った。宇野はなお聞いた。はしかをご承知ですのね。あなたは何か疑ってらっしゃるんですか？いいえ、疑ってなんかおりません。ただお医者様にすっかり発信してしまうまでは、風に当ててはいけないと言われておりますの。そして弟はまだ発信し始めたばかりなのですから。それはそうでしょうが。と新八はイライラと言った。カゴがあるし、何かでよくくるんであげて、あなたが抱いてゆけば、そんなに風に当たることもないと思いますがね。そうでしょうか。彼らにさらわれれば、間違いなく命に関わるのですから、どうかできるだけ早くお支度をなすってください。宇野は、ええ、とうなずいた。彼女は迷った。新八は、追われる者のような目つきで、左右や後ろに絶えず目を走らせながらせき立てた。宇野にはそれが危険の迫っている証拠のように感じられた。それでようやく決心し、奥へ入っていった。新八は唇を噛み、ガタガタと震えた。宿坊の高い屋根をかすめて、さっと風が吹き下ろしてき、彼の袴やたもとをたたいた。新八は縮み上がった。とうとうやった。俺はとうとうやってしまった。彼のつぶやきは震えていた。しかも、宇野さんも騙した。俺は、いや、そうじゃない。彼は首を振った。彼は口の中で、そんなバカなことがあるか、とつぶやいた。どうしてこんなことを思ったのだろう。騙しただなんて、俺は騙しなんかしやしない。俺は畑兄弟を救い出すんだ。そうだろう。柿崎さんは一ノ関の陰謀を知っている。俺たちの仇を討たせてくれる。宇野さんたちもここにおいては危ないから救い出すんだ。そうじゃないか、と彼は思った。そうだ。俺は二人を救い出すんだ。と新八は口の中で言った。しかし、間もなく宇野が出てきたとき、彼はかかとが地につかぬほど震え出し、ほとんど恐怖に襲われたような目つきになった。宇野の後ろに着物でよくくるんだ虎之助を弥吉が抱き、おきわが包みを持ってついてきた。今、カゴを呼びます。新八は門の方へ走っていった。
塩沢丹三郎が両御院へ来たのは、宇野たちの籠が門を出たすぐ後であった。彼は虎之助の見舞いに来たのであった。昨夜会から虎之助が端下で寝ていると聞き、明日は見舞いに行ってやれと言われた。その時見舞いの品を持って行くようにと、いくらかの金も渡された。もちろんこんな時刻に来るつもりはなかったが、目が覚めるとにわかに気がせき立って、すぐにも宇野に会い、虎之助の様子が知りたくなった。さぞ困っているだろう。宇野はまだ13歳にしかならない。いくら大人びていても、病気の弟を抱えては途方に暮れるに違いない。丹三郎には、宇野の途方に暮れた悲しそうな顔が見えるようであった。見舞いの品は後でいい。彼はそう思った。母親は早すぎると言い、朝食を食べてから行くようにと言った。まだ御門も飽きはしないでしょう。いや、不成門へ行って頼みます。そんな問答をしながら、さっさと身支度をして、家を出てきたのであった。両元院へ着くと、彼は横から裏へ回り、寺男の小屋を訪ねた。弥吉は薪を割っていた。丹三郎が近寄っていくと、弥吉はなたを持ったまま、けげんそうにこっちを見た。畑さんへ見舞いに来ました。と丹三郎が言った。虎之助さんが病気だそうで。弥吉は、へえ、と生返事をし、左手の甲で鼻をこすった。風が吹きつけて、彼の半ば白くなった髪の毛がハラハラっと顔にかかった。その、と弥吉は言った。畑様のご兄弟は、お迎えが来て今出て行かれたところですがな。迎えが来た？どこから？それはそのお屋敷からでございます。屋敷とはどこの？それはもう原田様に決まっております。丹三郎は不安になり、しかし弥吉が何か勘違いをしているのだと思った。だが弥吉は間違いではないと言った。事情はわからないが、確かに原田家から迎えが来、宇野は虎之助と一緒に大層慌てて出て行った。迎えの者は籠を待たせていて、兄弟をその籠に乗せて行った、と弥吉は言った。丹三郎は色を変えた。そんなはずはない、と彼は言った。屋敷から迎えの来るはずはない。そいつは偽物だ。なんでございますって？籠はどっちへ行った？と丹三郎は叫んだ。話し声を聞きつけたのだろう。勝手口から沖輪が覗いた。弥吉は、出るな、というふうに片手を振りながら、丹三郎に向かって、籠はおなり道の方へ行ったと答えた。私どもは門までお見送りしたのですが、確かに御本邸の方へ行きました。私は追いかける、と丹三郎が言った。すまないが、中屋敷へ知らせてくれ。いや、待て。彼は唇を噛んだ。誘拐者が誰だかわからない。うかつな者には知らせられないぞ。そう気づいて彼は首を振った。よし、その必要はない。わしも参りましょう。と弥吉が言った。丹三郎はもう走り出していた。おなり門を出ると馬場があり、その先は武家屋敷が続いている。真っ向から吹きつける風の中を、丹三郎は懸命に走った。けれども、籠は見えなかった。その道はまっすぐ東へ通じているので、行く籠があれば見えるはずである。切通しかもしれないと丹三郎は思った。それとも芝の通りか。彼は立ち止まった。すると、後ろで叫ぶ声がした。こちらです！と叫んでいた。塩沢様、こちらです。振り返ってみると、弥吉が切通しの方を指さしていた。丹三郎は駆け戻った。
今、愛宕下の方へ曲がるのを見ました。と、弥吉が言った。ついている人数は、2人いたようです。丹三郎は懸命に走った。まばらに往来する人たちが、走ってゆく丹三郎を見ると、慌てて脇へ避けたり、不安そうな目で見送ったりした。突風の来るたびに、道の上で埃が舞い上がった。聖勝寺の前を少し行ったところで、丹三郎は籠に追いついた。籠の後ろに黒い羽織で頭巾をかぶった侍が一人、前の方にまだ少年らしい侍が一人ついていた。左は寺、すぐ向こうに愛宕山が見える。右側は武家屋敷で、中間たちが門前を吐いているのが見えた。丹三郎は籠を追い抜いて、絶叫しながら前へ立ちふさがった。籠を止めろ!そして、あっと目を見張った。相手もあっと言った。籠は止まった。宮本ではないか!と丹三郎が言った。新八はさっと青くなった。大きく目を見張り、口を開いたが、声は出なかった。丹三郎は向こうを見た。籠の後ろにいた侍がこっちへ進んできた。それは柿崎六郎兵衛であった。丹三郎は新八に言った。どうしたんだ?宇野さんもどうするんだ?これはどういうわけだ?そこもとは何だ?と言いながら六郎兵衛が近寄った。丹三郎は相手の目を見て危険を感じた。頭巾の間にあるその目は、不気味な殺気に似た光を帯びていた。宇野さん!と丹三郎は叫んだ。籠の中で、はい!と答える声がした。あなたは騙された。籠から出てください。籠をやれ!と六郎兵衛が言った。小僧、邪魔をすると危ないぞ。宮本、この人は誰だ?俺は、畑兄弟を救うのだ。と六郎兵衛が言った。この兄弟の身が狙われているから、安全な場所へかくまってやるんだ。あなたは誰です?名乗る必要はない。と六郎兵衛は言った。早く籠をやれ。そうはさせぬぞ。丹三郎は飛び下がって刀を抜いた。新八はガタガタと震えていた。風がさっと埃を吹きつけた。丹三郎は刀が武家屋敷で門前に中間のいるのを見た。門前を吐いていた二人の中間は何事かというようにこちらを眺めていた。弥吉も5、6軒離れたところに立っていた。六郎兵衛は刀の使え手をかけ、新八、籠をやらぬかと叫びながら、丹三郎の方へ近寄ってきた。丹三郎は刀を誓願に構えたまま、喉いっぱいの声で絶叫した。お願いです。助勢してください。お願いします。まばらな往来の人たちが立ち止まり、向こうで見ていた二人の中間のうち、一人が屋敷の門の中へ飛び込んでいった。目の隅でそれを認めながら、丹三郎はなお叫び続けた。私は伊勢陸奥守の家来です。どうか助勢してください。これは門明かしです。黙れ小僧。六郎兵衛が詰め寄った。丹三郎は脇へ回りながら叫び続けた。向こうで弥吉も同じことをわめき立てた。籠は走り出した。丹三郎は六郎兵衛を避けながら絶叫しつつ、籠の先へ先へと抜けていった。だが、六郎兵衛はすぐに丹三郎を追い詰めた。そこは、愛宕山の下で、左に男坂の高い石段が見える。丹三郎は溝にかかった一軒ばかりの石橋を飛び、境内に入りながら、弥吉殿!と叫んだ。こっちは大丈夫だ。籠を追ってくれ。弥吉の返事が聞こえ、六郎兵衛が踏み込んできた。丹三郎は頭がカッとなった。踏み込んでくる六郎兵衛の体が恐ろしく大きくしかも圧倒的に見えた。切られる
と丹三郎は思った。六郎兵衛は彼を睨んだままぐいぐいと近寄りつつ、間合い二軒ほどになると刀の柄に手をかけた。丹三郎は動けなかった。俺は斬られるともう一度思った。だがその時五人の侍がこっちへ駆けつけてきた。さっきの中間が知らせてそこの武家屋敷から女性に来てくれたのであろう。果て家の方はどちらだと彼らの一人が呼びかけた。私ですと丹三郎が言った。大事な預け人を角がかされたのです。向こうへ行く籠がそれです。どうかご助勢を願います。心得たと言って五人のうち二人は籠の後を追い、三人はこっちへ来た。彼らは叫んだ。我々は松平沖の神の家臣だ。助勢するぞ。六郎兵衛は向きなぼっていた。彼は刀の柄へかけた手を離し、冷ややかに三人を見た。その冷たい眼光と落ち着いた隙のない身構えを見て、松平家の三人はさっと左右に開いた。六郎兵衛はことが失敗したのを認めた。彼は松平家の三人を一人ずつ順に眺め、それから丹三郎を見た。小僧と六郎兵衛は言った。うまくやったな。丹三郎はまだ刀を正眼につけていた。六郎兵衛は頭巾の具合を直し、両手を懐に入れてゆっくりと通りの方へ歩き出した。ゆっくりと一歩一歩試すような足取りで懐手をしたまま、丹三郎も松平家の人たちもじっと息を詰めてそれを見送るばかりだった。六郎兵衛が通りへ出た時、松平家の他の二人と弥吉とで宇野と虎之助を連れ戻してきた。弥吉が虎之助を抱いていた。六郎兵衛はそれには目もくれずに薬師工事へと曲がっていった。丹三郎は刀を収め、松平家の人たちに礼を述べると宇野の方へ走っていった。宇野さん、怪我はないか。はいと宇野は彼を見上げた。弟を風に当てたのが心配です。まだ発信しきらないものですから。急いで帰りましょう。宮本様は私をどうしようとなすったのでしょうか。わかりません。しかしやがてわかるでしょう。丹三郎はもう一度松平家の人たちに礼を述べた。そして四人は風の中を両元院へと帰った。